暑い暑い。暑い暑い。好。你好。暑い。はい、来ました、大木さん。こんにちは。なんかボケてる。ちょっと今日はあの髪の毛を、髪の毛って言っても前髪をね。前髪をね。切る動画を撮りたいと思います。いつもお世話になってる青木さんと川上先生、前髪カットをお届けしたいと思います。はーい。はーい。ここが要は汗が一番出るところだから、ここまでしっかり上がってあげると汗は取れません。シャンプー中ずっとトップガンの話してました、ね、一生一生しすぎてびっくりした。そんなに喋るのと思う。久々に起きてたね、ずっと。はるなちゃんの前髪ってどう切ればいいんですかってよく聞かれるんですよ。なるほど。そんな用語が専門的に分かんないから、うん、なんかここを広くワイドにしてるみたいって言ってます言ってるんだけど、今日はちょっと解説を、ね、そうだね、もうちょっと細かく、うん、後ろから行きます。じゃあ写真撮る、こっち側ますよ。お願いします。長い後ろはなんかこうよくあるさ、こう丸くとかはしてないんだよね、うん、彼のちゃんも、まっすぐ、うん、前髪もそうだけど、なんつうんだろう、こう結構直球で行きたいっていうか、うん、なんかこういろいろなんかやらないで、シンプルに、アルナちゃんっぽくみたいな。もういつも、モードっぽく回り、オシャレっぽくて、で、アルナちゃんっぽくて、みたいな。長さだけいつもあれだもんね、相談して、長さもね、なんか5センチ切ろうかなって言ったら、いや、3.5 が可愛い。その1.5でなんかね、ある、青木さん的にはあるみたいで。そう。今日どうするじゃあ、明日。別に特にないの、今。何でも伸びたと思うから。うん。もうちょっと今日切って。うん、若干。このぐらい切ってもいいかもね。毛先ちょっとバラバラだし、この下。ちょっと毛先が柔らかい動きになるように。はい。柔らかい動きに。はい。こういうふうに、内にこう入れて。結構さ、だから女の子も、うん、でしょ、綺麗に切ってくれたりするんでしょ。マジですごいんだよ、ハルナちゃんの髪型に。ハルナの髪型は似合わない人いない気がするから。うん、なんか長さとあと幅とかを調整すれば結構似合うと思う。最近いろんな前髪流行ってるけど、やっぱすっごい薄いのとかさ、こうね、横にこうやって長くなるとか、うん、やっぱ春菜ちゃんの前髪可愛いもんだと思う。ちょっとレディになるよね、こう横にスポーする感じだと。ああ、そう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 、こういう風になんか割とこうこういう風にね、横一線になってるっていう、うん、横一線じゃない人は、うん、とそうじゃない人とどういう印象の違いが。なんかね、こうなってすごい昔流行ったんだけど、すごいこう真ん中が長いみたいな、うん、もう U の字みたいになってると、うん、やっぱなんかどっかあの古い感じになっちゃったりとか、うん、まとまりがなくなっちゃったりするんだよ。もうさ、こんなバカみたいに暑いからさ、大変よ、ロングの人は本当に髪がもう、こんなの蒸れるから確かにいいよな、ショートってショートいいよね。可愛いしさ、ショート好きな男の子結構多いじゃん。ショートカットが好き。もう出たいはずなの。ショートカットでしようかな。そのために。モテたいために。モテたい。
マユミですね。ついに来ますよ。ついに来ますよ。解説を。はるなちゃんの一番ベーシックな髪型は、前髪は、うん、目と眉の間ぐらいね。そう。目と眉の間ぐらいでやってます。重すぎず軽すぎずで切ってるんだけど、うん、あとは場所によってちょっとだけこう透け感が出るようにあの毛量を取って、うん、切ってますね。作ってます。またさ、春なんて、すげーなのよ、前髪が。ね、でも大変なんだと思う、多分。一回濡らして、ちゃんと前髪の方向を整えながら切ってますね。うん、前髪の癖をちゃんと。こうやってね、整えるようにね、溶かしてあげて、うんうん、長さいいね。こんなもんね。そう。長さは。そう。で、一応乾いて、もしかしたらちょっと上がるかもっていうのも、ちゃんと考えながら切ってますね。うん、で、このね、目尻のところまでを、まっすぐ切る感じ、うん、まずは。うん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 。大体。で、この今短いとこ、ちょっと横にまだあるけど、ここは残しておいて、でね、このね、櫛のね、はい、これも変えてるんですよ。内側はね、うん、こっちの粗い方で切って、で、上はこっちの。なんでなんで？ね、なんか違う。そう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 。こっちの方が自然に溶かせるの。へー。内側は細かい方でしっかり溶かしてあげて、表面はこうふわっと乗ってくるように溶かしてあげる。で、今ここ、こう長いところがあるんだけど、うん、これはちょっと横にもう少しラウンドさせるように切りたいので、ここは一回こっち側にこう横に降りるように溶かしてあげて斜めに切る。で、一応前に出たとき、降りたときもちょっと出てくる髪もあるんで、そこを後から目尻まではまっすぐで、その隣ちょっとこう下っていく感じになる。そう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 。そうするとここがこう、なんていうの、こう横がね、はいはいはい、こうラウンドしてきて、顔をなんかこう包み込む感じ。で、下はこうやってチョップカットって言ってギザギザに切ってるんだけど、うん、基本、春菜ちゃんの前髪は、前髪だけはね、まっすぐ切ってる。ノーチョップ？そう。ノーチョップね。ノーチョップ。そうすると、こういうベースがちゃんとなんかラインが切られてる、パツンとした感じが程よく出て、うん、これが可愛いから、うん、乾かしてからもちょっと調整が、調整があります。ります、はい、一旦乾かします。はい、って好きなやつは何回もできますよ。まあね、30回以上見てるからね。乾かしました。後ろにこう、こうなってる。そう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 。で、今長さがだいたい良くなってきたんだけど、ちょっとだけなんかほら、この辺が、この辺が重いなとか、なんかそういうのを、うんうんうん、こっからは少し毛量を取ってあげる。で、スライドカットって言って、これ、髪の毛が、すきばさみ、うん、セニングっていうのを使うと、すごいこう切ったとこがプツ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 になっちゃうんだけど、これだとそういう風にならない。すきばさみを使わないってこと？そう。重いなってところをちょっと量を取ってあげるって感じ。そうです。めちゃくちゃクセっ気な人でもできます、この前髪。春菜ほら結構さ、ちょっとね、割と直毛さん向けだよね。いや、でもそんなに直毛の人っていないからね、日本人。あ、そう。めっちゃ直毛はみんなある程度癖があるから、それでも全然大丈夫。だから本当にすっごい強い人はちょっとこうストレートアイロンで軽くやってもらったりとか必要だけど、うん、でもさ、ここにじゃあ来れない人がさ、うん、この前髪をなんとなく美容師さんに伝えるとしたら、なんて伝えればいいんですか？なんかまず美容師さん選びが結構重要で、そもそも、だから友達とかでいい髪型をしてる子に聞くのは結構いいと思う。イケてる人にまずイケてる美容室を紹介してもらう。そうそうそう。だから周りで可愛い髪型してる子に教えてもらうっていうのは一つの手かもね。うん、こういうのも 0.5
レーナミリ単位で単位でやってる。無理ですね、そんなそんなこと言われたら無理ですね。青木さんに切ってもらおう、みんな。はい、よし、ありがとうございます。じゃあちょっと軽くいつものスタイリングをしたい、していただきましょう。乾杯。前髪はストレートアイロンでちょっとふわっとしすぎない程度に焼きます、はい、でも本当ね、あんま毛先巻きすぎちゃうとなんか可愛い子ちゃんみたいになっちゃうから、自然な感じで、自然な感じでやっていきます。みんな結構ストレートアイロンでも、ね、丸くしちゃう、ね、丸くしちゃうと幼くなっちゃうから、まあ、そう、用途に合わせて、甘いのが好きじゃないから、うん、結構撫でるようにこう下ろす感じです、うん、こんな感じですね。はい、いつもの感じです。はい、用途に合わせて。ということで、はい、前髪解説動画でございました。最高です。ありがとうございました。ありがとうございました。最高です。完璧。こんな感じです。ほら、わかる、この絶妙なこの束感というんでしょうか、この、うんうん、この感じはね。自然に出るぞ。これは結構ね、いろいろ変えてるからね、ちょっとずつやっぱ、うん、あの作品でも変えたり、うん、季節でも変えたり。ありがとうございました。ありがとうございます。バイバーイ。